どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回もね、クラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけども、もしね、応援してくださる方いらっしゃいましたら、クリエイターコードキヨキヨ入力お待ちしております。そしてね、チャンネル登録していただけるような動画を今後も出していきたいなと思いますので、頑張ります。ということで、今日は、はい、こちら、こう中村さんっていうね、まあ方に、まあ、プレイヤーネームは中村さんに来ていただいてるんですが、この方、言わずもがな、なんと、キョスケスパーキークロスが使えてるんですよ。ツイッターで変態デッキ使ってる方いませんかという風に聞いたところ、中村さんにもうリプめっちゃ飛んで、この人が本当に変態デッキ使ってますよということで、ね、そしてご本人にも協力していただいて、この動画撮影させていただいております。で、なんとこの人7478、あの人本当だから、だからみんな認めてる変態デッキを使えてないよ。なんか別に7400は例えば枯渇デッキで行きました、ただこのデッキをね最近は使ってますドヤみたいな感じじゃないわけです。もう自他ともに認める変態デッキということで、今回は3本リプレイいただいてるんで、それ見た後ね、僕もでもスパーキー使いとしてね、スパーキーを愛してるキヨキヨとしてはやっぱ使っておきたいということで、今回ねリプレイを3個見させていただこうと思います。ポン。さあ、これ中村さん上ですね。うわー、これ上ちょっと見にくいんだよね、下でやってほしいけど、まあこれは仕方ないということで、クラの話養生。まず使い方としてはどうなんだろう。僕の予想で言うと、クロスボウを延命する、だからクロスボウを壊そうとしてきた人たちを、まあそのキョスケとか、あとローリングウッドとか、もうトルネとかで遅延プラスの、遅延してるところをシステムと、あとはスパーキーでぶっ破するっていうことなんじゃないかなっていう風には、まあまあ素人ながらそう思いますけどね。まあ、逆にそうか、それね、ファイスビがちょっと意味わかんないよね。ファイスビすごくない？ファイスビここで入れるんだっていうさ、ここでスパーキーは出すものの、もう見当つかないね、マジで。さあ、うーん、綺麗。このスパーキーはこれ流しなんだ、これ。いやー、これエレキで美味しくいただけるけど、これクロスがちょっと外れちゃったが、いや、このエレキでさ、スパーキーが美味しく処理されんの、ほんともう見てらんないよね、きつい。あ、で、このですね、リプリいただいたときは、まだね、スパーキーが弱体化する前でございます。はい。今、スパーキーで打つ速度が1秒に変わったんですけど、この状態だと 0.5 秒の段階でございますね。はい。さあ、これは、まあまあ、ちょっと、あ、入るんだ。なんか今のところ、動きとしてはあんまりなさそうな感じですよね。さあ、2体からタワーターゲット取って、いや、そのムートの位置うまいな。これって倒しきった瞬間右行っちゃうでしょ、ムート。さあ、っていうのを分かってる状態でのスパーキー、なんかつけてくる。うわー、やっぱさ、うまい人のさ、スパーキー取るねって絶対外さないよね。俺が使うとさ、なんかなんか謎の距離感あんだよ、謎にソーシャルディスタンスしてくんだよ。ここでクロスは起きません。いつ置くんだよ。すげえ面白い、見ててマジで面白い。いつ置くんだこれ。音がちょっと今閉じ切れちゃったんだよ。クロスそこに置く、どうなの。ああ、今ゴーストが、ラッキーゴースト来た。ただこれ中村さんとしてはクロス置いた瞬間に速攻ムート置かれると、結構守りづらいっすよね。さあ、もうこれもうトロフィー帯高いから、もうマジアチャでギャング読みでしょ。さあ、クロスボウは出さないの、やべえ。うわー、え、やばない、マジで。トッププレイヤーのさ、スパーキー取るね、うますぎん。いやー、ヒースペうめえな。さあ、今んところダメージリードは取られちゃってます。しかし残り延長タイム1分30秒なんで、トリプルエリクサーも近づいてくる。さあ、この3点セットが見れんのかこれ。いや、しかし相手の方も3点セットはさせまいと。ああ、さあ、どうなるのこれ、決まるの。いや、これエレキきついな。しかし、いや、エレキがきつい、エレキがきつい。形を作るも殲滅させられてしまいました。
さあどうなる。いやこれめっちゃ面白い。うまっ。スパーキー向くの、そこスパーキーは向かんけど、クロス置くん、置いた。そして左はムートとかは、まあいやー相手も落ち着いて、ユーノの位置が落ち着いてる。いやーマジアトレッチうまい。いやこれ勝てんの、もうタイブレーカーを狙うしかないのか。でもタイブレーカーも結構もう狙いづらいからね。さあスパーキー出して残り20秒。さあこのクロスを通さないとやばいっていう状態の時に、えっ、あっ、あっ、最後土壇場でクロスが、なんだよこれ、何このハリル、キュッ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 、針の穴を通すプレイでしょこれ。いや俺使えねえよ、俺こんなうまいの使えねえよ。ということで2個目見させていただこうと思います。ちょっとうますぎない。さあ、あ今度は明日ですね。相手はこれを見る限りだと、まあゴレデッキ、ゴレプリプリンとかなのかな。そして中村さんで言うとさっきとのデッキということで、ちょっと相性で言うと良いのかなとは思いますよね。うん、っていうのはゴレはスパーキーで受けられて、あとはそのゴレの後ろに例えばダクネとかプリンスとか、つけた時にはキョスケで一掃できるというのは強みですけども、これ釣れないのきついな。クッションワンクッション挟んで、うーんなるほどね。まあただちょっと苦しいのがこのスパーキーがまた単体で吸われちゃうっていう。うおーでもまあこれは美味しい。うん、さあこれキョスケちゃんで受けてどうなる。なるほどなるほどなるほど。まあこれダクレ美味しいっすね。これ逆に右来てくれるから、まあまあでもあれか、普通に倒せんのか。いやーこれどこで攻めるんだろう。逆に言うと何、高回転クロスじゃないわけですよ。だから相手のゴーレムに、そのなんかあるじゃない、クロスとバーサスゴレがあったら、その高回転で捨てクロスと次本命クロスみたいな、だそういう話を聞くんだけど、クロスで攻めにくい気もするよね。こっちもこっちでちょっと重いじゃん。さあスパーキーとクロスで相手からしたらちょっと絶望だけどね相手からしたら相当絶望。ただこのスケルトンドラゴン若干止めんのもきつい。まさか、うわーワイスピ飛べん、初めて知った、初めて知ったよ、ファイスピで。ファイスピとか全然使わねえからさ。さあ残り1分。さあプリンスで防衛してきて、これはもうシステムじゃないですか。これはゴレは右、ゴレにスパーキー当てるんかな。ゴレにスパーキー当てる、なるほどなるほど。さあクロス構えてる、えまさか、いった、ただこれは、いやこれファイスピがある、ファイスピがある、ファイスピが強え。左どうした、いやしかしこれきついくない、コウモリが生きてる、うわーうまっうまっ、なんでこんなうまい人世の中にいんだよ。ツバ飛んじゃった、めっちゃすいません。これワンチャンテスラでこれメガゴ倒せんじゃない。さあ大事な大事なファイアースピリット使いましたね。おおおお、テスラ届いた。さあ形作る、これ3点セットした、どうなんの。いやでもクロス、その通ってる通ってる、クロス通ってる、ライトニング結構痛いけど地道にダメージ重ねてますね。やべえめっちゃ面白い。さあこれは、ああもうそうするしかないよね。さあ逆サイファイスピ、まあ、手札回しか。まあこれでなんか相手逆に使ってくれたら美味しいって感じか。ただこのファイスピを使ったタイミングだとちょっとこのすぐ待って音がまた
オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、これプリンス、プリンス、プリンス来てない？プリンスはもう捨てて、攻めた攻めた攻めた、かっけーかっけー、かっこよすぎだろマジで、かっけーわ、こういうデッキ使える人マジで。さあ、しかし削り呪文が、削り呪文がまあローリングと取るねか。さあここはもうちゃんと丁寧に、爆破入れたくないよ。おお、なるほどなるほど。ここで焦って攻めとかに、攻め取るねとかはしないと、ちゃんと形を作る。3点セットやばすぎでしょ。さあそしてマジ、おお危ない危ない危ない、おおすげえ。ということで3つ目見させていただきます。ポン、俺使ってこんなさ、こんなうまいプレーの後にキヨキヨが使っても下手くそみたいになっちゃうからさ。さあ今回で言うと相手はこれスケラですかね。で、中村さんで言うとまあ先ほどのデッキと、まあ相手はスケラはまあ残り1分からが強いっちゃ強いんで、これ結構待ち待ち。お、でも出すんだね。ちょっとこれメモだね、これメモ、出していいんだね。うん、結構残り、なんかさ、このデッキ、キョウスケスパーキークロスで言うと、トリプルエリクサータイムがすごい強そうな気はするけど、まあ出してもいいと。だってキョウスケ出すって結構でしょ。さ、スパーキー逆、あ、まあこれだと、まあスケルトンラッシュに巻き込まれないように、っていうことか。さあ、そしてシステムが、ドカン、おー、もうマスケが。あと、学びとしては、残り2分までは、スパーキークロスとか、無理に形作んないですね。最初の1分間はもう守って守って守ってみたいな。で、いい感じに手札回しもしていきながらっていう。で、僕結構勉強になってる。テスラで結構ベビドラとか受けちゃっていいんだねっていうね。なんか、僕クロス本当に使ったことないからさ、なんかクロスの横にしか出しちゃいけないみたいな感じで思っちゃったりしてるわけよ。そう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 。まあ、この辺はだからもう守り。あ、俺、今の心境話すと、ちょっとね、かっこよく痛いじゃん。かっこよく痛いから、勉強してるなる。はい。かっこよく痛いからね。あ、でもこれスパーキー普通に渡しちゃうんだ、これで。え、取るの打つ？お、打つか。なるほど。このミリは？ミリはどうするんかな？ファイスペア出さない。で、まあ、ベビドラは、テスラで受けちゃう。なるほど。うん、まあこれ結構普通に強そうだしね。さあ2倍タイムでもうほぼほぼダメージ受け、もう動いてないんで、こっから後ろから出す形作ってもいいんだね。なるほどね。さあクロス来た。え、クロスじゃねえわ。これめっちゃ美味しくない？だって多分相手からしたらまさかクロスボウが入ってるって知らないから、キョスケスパーキーしか想像してないよね。さあスパーキーが右合流。どうだ、どうなるどうなるどうなる。う、打った打った打った。これはこのクロスって左行くの右行くの？左だよね。左入ったし、うっ、左入ってるし、どういう判断？右じゃないんだ。俺クロス右に出しちゃいそうだったけど。さあサドンデス残り2分。結構サドンデスデッキではあるのかな。これはまあ左にちょっとお茶を濁して、お茶濁すね。結構お茶濁すよ。結構お茶濁して、ベビドラをこれで受けて形無理やり作る。いや、いやー、左、右攻めると思いきや左手まさかの右もいっちまうよ。うわー、待って、上級者すぎね。トルネの使い方うますぎる。キョスケの爆弾トルネとスパーキートルネとか。いやー、ということで
かっこいいプレーが見れたということで、本当は動画を終わりにしたいんですけど、記憶もチャレンジしてみたいと思います。ということで、コピーして僕一回マルチ行ったら、まさかのスパーキー入ってなかったんで、ちょっとスパーキー入れます。行きたいと思います。さあ行きます。よろしく。行きます。バン。いや、これ悔しいな。もう一回いくか。もう一回いくわ。2戦目よろしく。ワンチャン最後あったな。これめちゃくちゃ難しいけどおもろいわ。さあ最初の1分は、お茶を濁したりしよう、防衛をしたりしよう。チョコレートスパーキー出しちゃっていいんじゃない。よろしく。さあレベル10にっすね。これつけていいのかな。ちょ、これつけるか迷うけど、なんかまあつけてもいい気がする。スケラじゃない？さっきの試合にあったスケラだな。ちょっとこれテスラで倒す。オッケー。なんかよくね。まあそんなよくねえな。しょっぱい。これで、これの世界線ある？これの世界線は歩くね、歩くね。アナキンスカイウォーカーじゃね、これスカイウォーカーだ。さあさあさあ入った。いきます。さあどうしようかな。オッケーオッケーオッケー、守れた。でここでシステム起動して、システム起動してドン。さあ残り1分切る。ただ俺は右、俺としては右を攻めたい。でもこれ無視、無視の精神。一発一発、強い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 。行こう。さあ、オッケー入った。頼む。ふう、まだ終わってないよ。まだ終わってないよ。まだ終わってない、まだ終わってない。オッケー。オッケー。一回全部負けたけどね。まこれおもろいな。なんでこんな面白い。なんかさ、クラロワってさ、テンプレデッキを使ってトロフィー上げても楽しいんだけど、こういうオリジナルデッキ遊ぶのマジでおもろいね。はい、ということで、今日はですねこちら、やっていったんですけども、もしね使う方いらっしゃいましたら使ってみてください。こういう感じで、もしかしたらテンプレートデッキとかハネハネさんみたいなね新デッキができたりするかもしれないんで、またね変態デッキのやっていきたいと思いますんで、ぜひともねチャンネル登録していただけるような、動画を今後も出していきたいなと思っております。そして、おすすめ動画ございますんでね、まだ見てない動画ある方、ぜひとも、見ていただければ嬉しいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。